え転職かとどまるか、イフランク空白期間あり、今年27になります。2017年から人材派遣会社の無期雇用派遣として働き、現在は製薬会社の派遣中。えー、将来は就職先の社員としてという話を弊社営業にされましたが、具体的な期間や条件等が掲示されず、就業先にてパワハラが起きていることで転職がないのに、えー、大学では WebGL、個人ではゲーム用サーバー構築か PC 修理、業務ではパワーシェル、VP を調べながら使っています。転職なら未経験 ID 業種に挑戦したいので、独学中です。割とでもあのそこら辺のあの ゲーム系が好きだったら一回僕ゲーム系に行っちゃった方がいいと思いますけどねあの所詮がの派遣なんで別にその派遣業界で一生懸命行ったとしてもその最終的にその正社員になるっていうのがないのであれば自分の好きな道進んだ方がいいと思いますけどね口先で割といいことを言ったとしてもそれなりにいい待遇に本当になれるかどうかの保証はないんですよねあの結局使い勝手がいいよねこの若い人はっていうのでいつの間にかかくなくなっちゃうってう可能性もあるので,でやっぱ30過ぎちゃって未経験だといやいやってなるんですけど20代だとままだ 未経験ででも受け入れるるとところがあっっったたりすすので転職活動を早めにやっちゃゃ方いいいいんじゃないかなか思います、えー、スパチョ読まれたことがない30代女性一部上場企業でマーケティング部門のマネージャーをしており部下が30人います高齢者で働かない人が辞めず組織が高齢化し無能が多いのですがその中で多くの成果を求められるためほとんど自分でやってしまいますでももうすぐ限界が来そうですひろきさんならこのような組織化でどのように結果を出し続けますかえっと高齢者が辞めないと。 僕だったら手抜きますね要はその会社の上の人たちが危ないっていうのを気づいてないので今その例えば値を上げたとしたらお前が無能だから値を上げたんじゃないかみたいなことを思っちゃったりする上の人っているんですよ要は状況がちゃんと理解できなかったりするので自分に余裕がある間にトラブルが起きるようにしてください。でそのトラブルは自分が起こすんじゃなくてその周りの無能な高齢者がトラブルを起こすようにしてでそれを手伝わないでください。もう自分ののの仕事は精一杯ややっっててまますすとここ量なのでこれだけやってますなので それははもうう手伝うことはできませんなので上の人が何とかしてくださいっていうのにしてトラブルがあるよねでもここってもう人員足りないから治らないよねどうしようっていうのを上の人が自分たちの問題として解決するようにするためにちょっと離れたところで見てるといいんじゃないかなと思います。 スーパー店員で職人のような女子に悩んでいます仕事ができる人なのですが自分の思い通りに仕事が進まないと物に当たったり機嫌が悪くなります職場の空気も悪くなります気にしなければいいのかもしれませんがどうしても気になってしまいますうまく付き合いい方法があるでしょうか仕事以外はいい人です見なきゃいいんじゃないですかなんか雨が降ったらなんかあの嫌な気分になるよね雨降らなければいいのにって言っても梅雨は雨降るじゃないですかでも多分あの梅雨に雨降ることに対してあのなんか梅雨に雨降るのがどうしても気になってしまい ますどうすればいいでしょうかとかならないじゃないですかもうあ雨って降るよねっていうのでまあ、しょうがないよねっていうので諦めると思うんですよね なななののででその要は諦めてないと余計気になるんですよなんか対処法があるんじゃないかとかこうやったら説得できるんじゃないかみたいなのがあるとこの問題はなんとかなるんじゃないかっていう自分が対処可能な問題なような気がしてしまって目の前に起きた時にそれがこう直せない自分にストレスを感じるんですけどそもそものこれ直せないよね。なんか僕の手に負えるもんじゃないよね。例えばそのライオンとかがいたらもう戦ったら絶対勝てないじゃないですか。ななのののででもももうううささっっっっと諦めるるててていうのでそのこれはもう自分の手に負えるもんじゃないわって思ってた方が スストレスたまん,な,いんですよなのでもうこれは無理だわーっていうので諦めた方が楽なんじゃないかなと思いますけど。 30代後半ホテル勤務です。客減少で仕事は楽ですが、宿泊業界の復活にはまだまだ時間かかりそうでしょうか、えー。今はスキルをつけようといろいろ学んでいます。幸い夜勤中の膨大な暇時間があるので、自習独学に恵まれた環境です。これまでに募金2級とトーイック800点は取得できました。現在は卓球勉強中です。本格的にやばくなる前に転職するの給力がもらえるうちは恵まれた環境でいろいろ勉強通けもやってます。勉強自体好きです。アドバイスお願いします。なんか地域によるみたいですね。なんかあの 昨日あの福岡の仕事でちょっと福岡の人とあの福岡市の人と話をしたんですけどなんかもう飛行機結構福岡満員に近いらしいんですよね福岡東京便なんか割とその出張が結構戻ってきててっていう話なので多分あのビジネスホテル系もそれなりに埋まってるんだと思うんですよねあの外国人観光客を目当てにしてるとこだと結構きついと思うんですけどあの日本人の出張目当てで行く人とかあと北海道沖縄とかもだいぶなんか旅行者戻ってきたらしいのでなのであの別にホテル業界全部きついってわけじゃなくて その外国人向けのところがきついっていうだけで私もホテル勤務だけど毎日毎日だよなのであの日本人向けのところは全然うまくいってると思うのでホテル業のそのあのあ業種と顧客層によるんじゃないかなと思います、えー、限界まで大企業の資料を吸うかさっさと転職するかもなっています大卒で小売業の正社員に就職し店舗運営に携わって4年目ですそこそこの大企業なので無能でも企業待遇が良いですしかし最 1> 後1年で店長と言われ周りの店長は顔真っ赤にして半分白目を向きながらたりでもなりたくないです店舗運営以外の明確なスケールがないことも後悔していますとそれなりに給料もらってるんだったら今のまあだらだらし続ければいいと思うんですけど 得できる給料もららっっってないいいだったたさっさとと転職した方がいいと思いますよそのまま出世しても店長になるしかないのであればそのなんか白目を向きながら働くということにしかならないので白目を向きながら働きたくないのであればもう人生損してるだけなのでさっさと転職した方がいいんじゃないかなと思います、えー、45歳男外資系会社員5年目です5年前にそれなりの企業からそれなりの外資系に SE として転職いたしました2年前に PM にならないかと言われお金がかけ稼げそうな PM に転身いたしましたプロジェクトマネージャーですね え職務上のコミュニケーション、今のところグーグル先生の力を借り、プログラマーの話は元 SE なので行動掲示してるのを何とか逃げ切っております。えー、周りが優秀でいつまで逃げ切るか、本に思ってます。外資系に働く上で注意、外資系で働く上で注意することなどございましたらどうも質問いたします。えっと、すでにもうそれが働けてると思うので何の問題もあって思います。あの結局、エンジニアって、ああ成果物ができればよくて、スタッフが言語に詳しいかどうかってあんま関係ないですよね。なので、のその仕事がちゃんと回ってるんだったら別にあの言語に詳しくなくていいと思います。あのカルロスゴーンさん 8年とか10年ぐらい働いてたと思うんですけど結局最後まで日本語を覚えなかったんですよねでもあの普通に利益上げてたんで、はい、なのであの必要なのは言語ではなく利益を上げることです